てさ、はい、編集足りてないんで、もう一回ちゃんと募集かけてもいいっすか？なんで？こないだめっちゃ募集してあれやん、雇ってばっかりやん。いや、なんかたまたま忙しいらしくて。あれを生放送で言って、ほら、募集してるよって言ったら DM めっちゃ来たの言ってたじゃん。編集はできないけど、やる気だけはありますよっていう人ばっかなんですよね。それはお帰り願ってくれ。それは編集ちゃんと覚えてからまた応募してきてねって、ちょっと返しといて。うん、その通りなんですけど、教えてくれーってめちゃめちゃ言われて、無限にできない感じで。でも、ゲミカム受講させろよ、お前。知らんわ、さすがにそれは。いちいち教えてらんないじゃん。いや、まあね。いや、マジで、ゲミカムさんにほら連絡取ってさ、うん、なんか、安くなるクーポンじゃないけど、なんか URL とか貸してもらったら。ああ。で、なんかほら、うちで紹介して、で、その子たちみんな受講してもらう。ああ。そしたらもうみんな編集覚えて、うちの編集者になれる。俺らはゲミカムさんから、紹介しやすって。それでいいやん。みんな幸せやん。いや、まあ、みんな幸せですね。パーフェクトプラン。連絡してきて。いや、了解です。じゃあ連絡してきます。はい。えい。天才やな。はい、どうもこんにちは、しゅんさくリーダーてるちゃんです。これ YouTuber あるあるなんですけど、結構困ってることがあるんですよ。まあ、僕らはまあ常にまあ編集者さんをね募集していて、まあ、あの編集者さん足りてるっちゃ足りてるんですけど、まあ足りない時足りないんですよね。そうですね。たまたま忙しいみたいな時に、もうあれ誰にもなんか触れないみたいな時があって、まあ常にウェルカム状態で募集しているんですけど、すごいこう応募は来るんですよ。なんですけど、ほんと大げさじゃなくて8割9割ぐらい編集やったことないみたいな。編集テロップぐらいならつけれるかもしれないみたいな人が結構来ててですね、それじゃちょっと無理だなと。はい。で、まあ結構やる気はあるんですみたいな、一から教えてくださいみたいな。で、僕らもね、最初は教えてたんですよ。なんですけど、ちょうど教えて一人前になるかなるかないかぐらいで、まあ、もうなんか就職するんでやめますとか。あとはまあなんか、ちょっと僕やっぱり合わなかったんでやめますとかがあって、おい、せっかく教えたのにみたいな、あるんですけど、まあそれでもね、言うて、うちのチャンネル見てくれてね、せっかく編集やってみたいということなんでね、できるだけウェルカムでいきたいんで、今回はゲミカムさんを紹介します。ゲミカムさんで、編集技術を学んで、それからちょっと応募してきてほしいと。しかもですよ、ゲミカムさんに、じゃあ受講してくださいって、僕ら丸投げしないです、今回。今回、ゲミカムさんの紹介をします、ちゃんと。で、今回、ゲミカムさんに、連絡を取って、受講料を特別に、めちゃ安くしてもらいました。できるかできないかで、ワンチャン聞いてみたら、逆にそんないけるんすかってぐらい安くなってます。引きました。そんな安くできるのって、びっくりします、本当に。はい、というわけで、早速ね、ゲミカムさんの公式ページを見ていきましょう。はい、というわけで、こちらがゲミカムさんの公式ページです。ゲーミング PC をあなたの武器に、ゲーミング PC かける動画編集。自分への課金はこちら。ちょっと怪しいですね。そんなことないです。自分への課金ってワードちょっと怪しいですね。そうですか。ちょっと怪しいですね。なんでゲミカムさん紹介するかなんですけど、うちの編集者何人かゲミカム出身いるんですよ。はい。なんで僕らゲミカムを進めてるんですよね。もともとうちでやってて、その後ゲミカムさんで今講師やってる人とかもいますし、はい、で、まあ、ゲミカム受講して今うちで編集やってる方とかもいるんで、安心してなんかゲミカムさん進めてるんですよね。はい。こんなお悩みはありませんか？ゲームに課金したいけどお金がない。高額ゲーミング PC がただのゲーム機で終わってしまっている。ゲームばかりやっていて将来が不安。明日のことを気にせずゲームがしたい。プロゲーマーだけで正義を立てるのが不安。そんなあなたにゲミカムを勧めます。動画編集者になりましょう。皆さん、これらの悩みはですね、ゲーミング PC と動画編集技術があれば全て解決します。はい。とゲミカムさんが言ってました。はい。はい。では、ツイッターでも話題ということでね、はい、これテルシャンのツイッターです。これ、はい、で、これ右見ていくとね、ゼクシア、ダステル、キンチというズブズブです。はい。ゲミカムの特徴、リアルタイム画面共有なんですよ。ビデオだけ渡してこれで、まあ、学んでくださいねじゃないんですよ。ちゃんとワンツーマンで教えてくれるんで、安心して学べるっていうのが強みですね。はい。ディスコードを使って、まあディスコードとか、まあ、ゲーマーとかはまあ分かると思うんで、うん、まあ、この辺は省きます。で、素早く編集技術を見つけることが可能ということで、プロによるマンツーマン講義、現役のプロゲーマー専属動画編集者、有名ゲーム実況者の動画編集者が直接指導してくれるんで、ハイクオリティな講義が実現可能ということで、営業講義、動画編集はできるけど仕事が取れないということがなくなりますということで、講義って全4回あるらしくて、で任意でね、日程の設定が可能なんで、忙しくても受講可能と。で、実際に受講生の7割以上は副業でやってるらしいですね。あ、確かに確かに、うちも編集者副業の人とか結構いる。半分以上が副業か。そうですね。専属の方もいますけど。なんで、まあ、本当に、まあ、学生とかでも全然行きますし、気軽になんかやってみたらいいと思います。やっぱね、一人で学
のって限界あるからね、編集って。はいはい、本当にもう自分ですごい編集がしたいってだったらいけるけど、うん、そうじゃない限りはやっぱり人にも教えてもらった方が早いん で、基本的な編集技術と営業ノウハウはもう最短最速で身につけられて、もう早い人で1週間ぐらいで身につくらしいです。で、まあこの編集技術と営業方法だけ学んでしまえば、もう PC 一つでもうお金を稼ぐことが可能と。無駄を省いた必要最低限を学ぶことで効率よくお仕事をこなすことが可能。すごいっすね。ちょっと受けてみたいもんねe スポーツかける動画編集はこれからますます伸びる市場ですので、スマートフォン上での1人当たりの月間利用時間、2015年から2019年のデータ、ああぐんぐん伸びているってことですね、うん、はいはい、2019年時点では7時間13分これ1日当たりってことか。あ、違う、月間だ、どんどん伸びてんだ、まあ、もっと伸びるだろうね、うんうんうん、日本 e スポーツ市場規模2018年から2023年ということで、まあ、e スポーツ市場もどんどん伸びていますということで、プロゲーマーが YouTube でマネタイズする例が増えてきている、ゲームの知識があって動画編集できる人の需要が高まっている、ゲーマー界は密接につながっているので案件が取りやすい。確かに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 、全然案件流すもんねカリキュラムです、初期設定、多くの人がつまずきやすい初期設定。そうなんです、プレミアプロって配置がめちゃめちゃいじれて、初期設定マジやりにくいですよ、初期の配置だと、はい、だからちゃんとあの変えなきゃいけないんですけど、それも教えてくれるってことですよね、これ。はい、あ、書いてあるわ、また初期設定だと使いづらい。現役プロが長年使い、ようやくたどり着いた最も使いやすい画面配置に従って配置の設定をしていただくことにより、より早く、よりスムーズに編集できる環境をすることが可能ですので、知りたいな、これ逆に知りたいですね、でカット、動画編集で一番重要なパート、カット作業。しかし従来のやり方でカット作業をしてしまうと日が暮れてしまうほど不便で時間がかかるものです。そんな面倒なカット作業を爆速で一瞬でできる裏技を教えますということで、ちょっと聞いといてこれ。あ、OK です、 OK です。これ気になるわ。はい、まああのね、カットって、まあ映像がこうタイムライン上にあって、パツンパツンでこうそこをなくして縮めるっていう作業なんですけど、あのね、これも学ばないとマジですごい効率悪いやり方 してる人がたまにいます。はい、うちで言うと、こないだあのアビツンがもう何年前編集してるはずなのに、めちゃめちゃやばいやり方しました。あ、そうなんだ。はい、3、テロップ入れ。テロップは動画の雰囲気を作るために重要な重要なパートです。高度な技術は使わずに、テレビで出てくるような高度なテロップの作り方を改善しますということで、あのですね、テロップもね、一概に文字入れればいいってわけじゃないんですよ。そうですね、初心者あるあるは、なんかあの文字の外枠が太すぎるとか、まあ今多分テロップ出てるんで、ちょっと わざとやってください。文字の枠が太すぎる、これ見づらいんですよ、これ。そうです、ね、これめっちゃ見づらいんですよ。とか、おいみたいな大きな声出してるのに、文字がその文字線そのまんま、おいってでっかい声出してるなら、おいってでかくしなきゃいけなかったりとか、震わせなきゃいけないとかやってくれなかったりとかね。これやっぱ一人でやってたりとか、まあまあそうだな、テレビとかあんまり見てない世代とかだとなかなか身につかないことだと思うんで、これは教えてもらった方がいいです。結構ね、いろいろあるんですよね、あのコツみたいのが。なんですか、例えば。やっぱりそうですね、言ってた多いとか大きい言葉を出すときは、文字フォント自体を変えて。そうね、フォントを変えるっていうのも重要ですよね。はい、フォントを変えて、はい、で文字の色とかも変えてほしいですね、そのままの。あ、ね、はい、まあ、例えば僕が、例えば赤白、はい、赤白でなってて、おいみたいに言ったときは黒赤にするみたいな、はい、で大きくしてフォントも変えるみたいなとかが結構ね、まあせっかくテロップ入れるならそこまでやった方がすごい見やすく、そうですね、感情とかを、まあ、テロップで表現したりとかしやすいんで、はい、そういうのありますよね。なんかありますか、なんか。自分はテロップ入れるときに枠つけたりとかっていうのは、やっぱこうなんかその場所によってはこうやった方がいいんじゃないかなとかっていうのは思う。だ、重要な説明部分とかはあえて後ろに背景を出すってことですね。そうですね、で、はいはい、なおかつ SE も入れる、ピコン、あー、そうですね、はい、とかも重要ってことですよね。はい、はいはい、分かってんじゃん。あざっ。4、 BGM 交換。 BGM 交換音の挿入は比較的簡単ですが、動画のテンポを良くする大事なパートです。しかし BGM や効果音の素材がないという事態に陥ることも多々あります。そのような事態に陥らないように、 YouTuber 御用達の BGM や効果音素材セットも複数紹介しますので。おー、これはね、まあ、やっぱ BGM の種類持ってないと、まあ単調なよく聞くやつだけみたいな、はい、ズシッピッみたいなになっちゃうんで。そうですね、はい、あとはね、 SE と BGM の音量バランス、はい、ずーっとなんか一定のさ音量で聞いてて、急に SE がでかいとか急に BGM でかくなったりとか、あとはまあ BGM で重要なのって言ったら、 BGM を逆に止めるってことも大事なんですよね。はいはい、はい、なんかおもろいこと言うとき逆に BGM 止めてあげたりとか、おー、そういうのってやっぱりね、自分ですごい意欲を持って学んだりとか教えてもらわないと絶対身につかないんで、はい、こういうのも含めて多分教えてくれると思うんで、はい、
5、エフェクト入れ。エフェクトは視聴者が飽きないようにするために大切な動きをつける作業になります。こちらのエフェクトは簡単なものから難しい高度なものまでございますが、すべて解説いたしますということで、まあエフェクトも重要ですよね。まあさっき言った文字を揺らすのもエフェクトですし、はい、チーンってなった時に白黒にするとかも、まああれもエフェクトですよ。そうですね、はい、いろんなエフェクトがあってね、まあテレビとか、まあ結構バラエティとか見ててもね、意外とね入ってるんですよね。例えば文字がよう見たら点滅してるとか、あ、そうですね、よう見たらなんかチラ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 って点滅してたりとかね、結構あったりとか、はい、するんでね、これも多分しっかり学んだ方がいいです。6、お仕事の取り方講座。動画編集技術だけではなく、動画編集で稼ぐために必要なお仕事を取る力、営業力を身につけていただきます。最低限のビジネスマナーからお仕事を取る方法、お仕事が取れる場所まで全て教えますということでね、これは重要ですよ。そうですね、はい、僕らのとこにもやっぱ DM とかメールでね、まあ、お問い合わせ、編集やりたいんですけどみたいな、まだ募集してますかみたいなだけ、そう、名乗りもしないみたいな、はいはい、自分の編集技術も何も言わずに、ただ編集やりたいんですけどまだ募集してますかだけだと、もうその時点であのアウトです、はい、その時点でこいつやべえかもなので、まあ、これ普通に一般的な話ですよ、まあ、どこの企業とかでもなんかそんな、ね、営業来たら普通になんだこいつってなっちゃうんで、そういうのも学ぶのも重要ですよね。メールで開業しないでただ長文とか、はい、あれとかもうマジかと思う開業しないんだとか、あとまあ手にお派が違ったり、何々がとか何々でとか何々はとかがもうなんかバラバラでなんかもう読みづらかったりとか、はいはいはい、一般的なことで言えば、そうですね、承知いたしましたと了解ですとかの違いとか、はい、はい、とかなんかいろいろあるんですよね、うん、でそういうところでやっぱりその人のなんかあのマナーのあれが分かるんで、はい、でそのマナーのあれが高ければ高いほどやっぱり仕事できるんですよね。経験上僕らもあの伊達に30年以上行きたいんで、はい、メールの文面とかやばいやつ大体やばいっていうのは分かっちゃってるんで、はい、そういうのを学ぶのもすごい大事ですよね、うん、ちなみにこいつメールの文面やばいっす勉強中ですはい、というわけで重要な料金ですよ、はい、マジでエグいっすよこれ、通常です。通常249,800円です。で24回払いにもできます。でそれで月々、10,408円なんですけど、今回ですね、はい、なんとびっくりしましたよね。本当にこの249,800円が98,000円にしてくれました98,000円、えぐい、それ意味がわからんもんだって15万円割引ですよ。はい、で、まあ、一応聞いたんですよ、これって9万8000円も分割できますかってダメ元聞いたんですよ。あ、全然いいっすよ、全然いいっす、もう24回払い行きますって言ってくれたんですよ。なんであの月額4000円で受けれますそう、すごい本当にびっくりした本当に、うん、聞いたもん本当にはい、というわけで、ね、今回あのゲミカムさんが完全協力ということでやっていただくんで、他社との比較とかもありますね。講義の形式がマンツーマンでもコンサル形式か、動画教材かとか、お仕事の取り方の営業方法徹底サポートするかとか、なしとかなしとかね、ほとんど多分そこまでしないからね。そうですね、多分ほとんどのこういう編集技術学びますとかはお金ね、うん、払って学びますとかは普通に動画教材ですね。あ、うん、ステップ1みたいな、はいはい、動画カットみたいな、そうですね、はいはいはい、ああいうのなんで、ああいうのじゃやっぱりうってなった時に分かんないままになっちゃうんで、はい、マンツーマンで教えてくれるというのはかなり重要ですね、うん、その時その時でトレンドのやり方とかもあるんですよ。おー、はい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 、例えば YouTube だったらなんかもっと詰めて詰めてもっとカットするみたいな、今だったらショート動画が流行ってるんで、はいはい、ショート動画用のカットとか、うんうん、ショート動画用にはこうした方がいいとかはアップデートなかなかされないんですよ、動画教材じゃ。あ、そうですね、古いものを使ってるんで、はいはい、そういうところがやっぱりプロの現役の編集者がマンツーマンでコンサルしてくれることによって最新の情報で学べるっていうのがかなり強いんだと思います。うん、台本ないっすよこれ。だのすごいっす。あ、これサポートが365日、入場時間回数制限なしでサポートしてくれる。すみません、なんかあのプレミアプロが固まっちゃって自分よくわかんないんですけどとか、なんかフォントがうまく入らないんですけどとかを対応してるってことですよこれ。はい。えぐ？すごいっすね。俺9万8000円じゃやらんよこんなん。9万8000円もらった時絶対やらんの、ほんとすごいえぐいなこれ。で、まあ料金比較なんですけど、今回はまあ特別に概要欄から行った場合ですよね、はい、はい、9万8000円でやっていただけるということで、はい、今すぐ自分に課金する、これ怪しいなほんとに。ゲミカムで唯一俺ここだけ批判するわ自分に課金するってワード嫌いなんか啓発セミナーみたいに嫌ここだけちょっと嫌そうです、まあ、でもまあ分かりやすく書いてるってことですね、うん、はい、で
まあいろいろ書いてますよ。ゲーミング PC と動画編集相性がいい理由とかね。ゲームに関わりながら稼ぐことができる。多くのゲーム実況者やプロゲーマーが今後 YouTube でマネタイズしていく中でゲームの知識がある動画編集者は常に求められています。そのためゲーム関連の案件も多く、常に大好きなゲームと関わりながらお金を稼ぐことができますと思って。まあ確かにゲーミングパソコン持っていれば、まあゲームするだけじゃなくて、こうやってね、まああの、お金を稼ぐってことにもつなげれるんで、ゲーミングパソコンってゲームをするパソコンではなく、高性能なパソコンなんで、はい、でもちろん編集もできるんですよ。うん、まあゲームやって、で編集もやって、で編集でお金もらって、ね、ゲーム課金とかも全然いいですし、貯金するでもいいですし。でね、ゲーマーの編集者って何求めてるかっていうと、ゲーム知識なんですよ。例えばですよ、まあ、バロラントとか知らない人にバロラントを編集させても、全然なんか響かない。なんですよ。だからキャラの名前とかもよく分かんない、間違えてたりとか、はい、能力のあれとかも分かんないから変なとこカットしちゃったりとかするんですよ。けどゲーマーにやらせるとゲームを理解してるんで上手にカットしてくれるんですよ。ここはいらないシーンだな、ここはこの後戦闘が起きてそれの読み合いをしてるシーンだから残そう、けどこれゲームやってる人だとこう別に打ってないから削っちゃおうとかなっちゃうんですよ、うんうん、なんでそういう面で逆にもうスタートラインが一段上なんですよ。ゲーマーって編集者になるためにただの編集者よりも一段上なんですよ。ゲーマーってゲームの編集する場合においてはっていうところがあるんで、マジであのゲーマーは編集者になるべきです。で隙間時間に気軽にゲームができる、やっぱりね、まあ、在宅でやるんで、まあ、メリハリは大事ですよ。この時間からこの時間まで編集する、この時間からこの時間までゲームするみたいな感じでメリハリは大事ですけど、やっぱり自宅でねゲームをして、でゲーム知識とか編集知識も高めながらね隙間時間で編集してみたいなのが最高だと思います。そうですね、はいはい、僕が若い10代の時にそういう仕事がしたかった。力仕事ばっかだったから。そうだね、脳みそ使わない、もう筋肉筋肉の仕事。ここ3人筋肉筋肉の仕事。ゲーミング PC と動画編集唯一のデメリットが言われてます。お一切外に出なくなる。はい、これ自分で出ようと思わないと出なくなる、マジで。娯楽から稼ぎまでが全て家で完結しまうので一切外出する必要がなくなります。だから1点だけ聞けて、太ります。太ります。そうだね、はい、健康に気遣って編集ゲームしてください。実行生の声、彼はそうですね、ちょうどそれこそうちの編集してますね、はい、ゲミカムで1から動画編集のため2ヶ月ほどでプロゲーム中に2ヶ月ほどでだからうちの編集者になったのよ。父の背中のののじひらがなですね。あら、これはマナー学んだかこいつ、ちゃんとあかんで、これゲミカムさん、これあかんで、この子あかんで、うちのチーム名間違えてるで、これこれあかんで、ちょっと指導しといてこれちゃんと。まあ冗談ですけど、はい、実際に本当に受講生ですね、これは。桜じゃないですか、ガチで。そうですね。はいはい、流れかな、次は。申し込みフォームから必要事項を記入して、オンラインでご招待でしょうか、みたいな感じで、この辺も見てください、自分で。はい。で、お支払いフォームですね。ですね、一個ね、ちょっと声があったんですよ。何回か僕らね、ゲミカムいいよってね、編集やってみたいかとか、ゲミカム受講してみたいかとかね、訴求してるんですよ。はい。で、その時に、多かった声。URL クリックしたら、LINE に繋がるんですよ。はい。で、LINE で友達登録するみたいな、今ちょっと見せますけど、はい、まあ、これなんですよ、はい、ここからも別にゲミカムに加入することは可能なんですけど、はい、LINE はなんか怖いっていう声が多々あったんですよ。あー、なるほどですね。で、その気持ちは分かる。そうですね。いきなり LINE 繋ぐのなんか怖い、まあ、公式 LINE だから別にそんな危ないことじゃないですよ、はい、なんですけど、まあ、なんか LINE いきなり嫌だなみたいな声もあったんで、今回そこも言いました。ちょっとなんか LINE 会話してもらえないですかね。怖がってるんですよ。怖がってるんですよみたいな言ったら専用のページ用意してくれたんですよ。専用のページ、まあ、ここで今すぐ参加する押してもらって、はい、こちらのページです。はい、はい、より怖い。そうですか。いきなりクレカ情報を打ち込まなきゃいけない、より怖い。赤と白は怖いよ。めちゃめちゃ赤字怖いもんだって。まあでもどっちからでもいいですよ、うん、ね、LINE からでもいいですし、このページで直接もうパパってクレカ情報入力してもパッてやって、でそこから受講でもいいですし、お好きな方でやってください。はい、はい、もうやな、ちょっと怖いもんな。俺はこっちの方が怖いもん、なんか。そうっすかね。クレカ情報大丈夫かな。いや、大丈夫ですよ、もちろん大丈夫ですけど、まあちょっと、まあ怖いっていうのは分かるんで、まあでも大丈夫です、怯えずにちゃんとやってみたら、ちょっと課金というかあれしてみてください。はい、はい、よくある質問です。講義が土日しかできないんですが大丈夫ですか。平日はまあ普通に仕事したりとか、まあ学業とかあったりとかするんで、もちろん大丈夫です。お客様のご都合に合わせて講義の日程を調整させていただきますので、土日だけでも平日の夜だけでもご都合の良い日程と時間帯に受講することが可能ですということで、はい、いつでもいいんです、うん、はい、あなたの時間に合わせてくれるということです。ゲーミング PC じゃなくても受講は可能ですか。もちろん可能です。動画編集ソフトがスムーズに稼働できるスペックの PC でしたら大丈夫ですということで、うん、コア i7 でメモ
ムリが 16GB でグラボが 4K 以上の、うん、まあ大体ね、値段で言うと15万円以上のパソコンかな、大体これだと。まあ今かもっと安く買えるかもしれないな。まあ十数万円のパソコンからまあ編集が可能ということです。でまあぶっちゃけもっとスムーズに編集したら25万くらい出したらいいです。はいはいはい、はい、レベルインフィティのパソコンよろしくお願いします。千代さんがコラボパソコンあります。千代さんがコラボパソコンありますね。はい、一括では高くて参加できないのですが分割払いは対応可能でしょうか。はい、はい、対応しております。クレジットカード払いの場合は最大24分割、銀行振込の場合は最大で2分割でお支払いが可能です。また銀行振込をご希望の場合は LINE のメッセージにて銀行振込希望とだけお送りください。メッセージ送信後すぐにご案内させていただきますよ。はい、というわけで以上がゲミカムですよ。はい、何でも言うんですけどうちの編集者がいるからまあ全然安心だと思いますね。そうですね、はい、はい、まあ講義内容とかぶっちゃけ知らないです、講義内容もいいですよって言ったら嘘になっちゃうんで、はい、はい、講義内容とか知らないですけど、まあでもそのゲミカム出身の編集者の方とかうちの専属のやってる方とかはちゃんとあのクオリティの高い満足のいく編集してくれてるんで、はい、まあうちカットは俺が完全にやってるけど、はい、はい、テロップとかなんかそのなんかズームとか完全にやってくれてるんで、でそこで僕満足してるんで問題なく学べると思いますね、うん、はい、まあなんかその動画編集とか難しそうとか思うかもしれないですけど、うん、あの副業でやってる方とかもいますし高橋とかができてるんで大丈夫だと思います。簡単だよね実際。最初難しくなかった？最初めちゃくちゃ難しかった。そう、もう何も分かんないもん、ね、いやもう訳が分からなかったです。教えてもらったらでも普通にだって今もう編集できるじゃん。一回触ってしまえばここにこれ入ってるんじゃないかなみたいな。そう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 、こういう感じで。だからもう本当に一回教えてもらえば分かるんだよね。はい、はい、そうですね。まあなんで安心してねやってみてください。でしかもですよ、あの手厚いなんか サポートがついてるらしく、はい、あの講義自体は全4回なんですよ。なんですけど講義終了後も無制限で質問し放題なんで、うん、はい、ディスコードとか画面共有でねすいません教えてくださいって言ったらなんか対応してくれるみたいです。いやーすごい怖いわ。でなんかコミュニティとかも充実してるらしくて、なんかゲミカムのサーバーでなんかゲームの大会とかやったりとかもしてるみたいで、コミュニティ限定の案件の受注やゲーム大会などでも参加可能となっているみたいです。うん、すごいなんかアットホームそう。そうです ね、うん、アットホームって言うとなんか怪しい感じするけど。はい、というわけで以上ゲミカムの紹介でございました。はい、編集を覚えてみたいという方はねぜひぜひゲミカムさんを受講して、そしてそれからまあねまだ気持ちが変わらないようでしたら、まあ再度僕らのねあの編集者になりたいっていうのを ね連絡していただいたら、うん、ゲミカム受講したのは大丈夫だやっとってなるんで。そうですね。はい、なんかそれ、ね、編集の内容とかちょっと知りたいよね、この講義の内容若干ね。ああ、そうですね。二人ともこれ受講してみたら。僕らですか？自分たちですか？うん、なんか嫌がるやん、なんか。君らが実際に受講したら、だって視聴者もなんか安心するやんか、どんな講義かって。おだ全部は見せれんかもしれんけど、なんかあの、その講義の内容全4回のやつギュッてして、なんかあの、ちょっとやらせてもらったらええやん。言うだけただやなんだから、これ、ちょっと。すいません、僕ら講義受けていいですかつって。で、その画面ちょっと録画して、なんか出せるところだけ動画で出していいですかって聞いてみなよ。あー、そうですね。うん。じゃあ、受けてみますか。そうですね。じゃあ、受けます。じゃあ。うん、受けてくれ。はい。それでなんか、あの、事実盗んできて。なんか、すごい、なんか、奥義みたいなカットして編集して。俺に教えてよ。OK です。はい。ちょっと、あの、じゃあ、この後、あの、ちょっとあれだ、連絡取って、あの、はい、高橋の農家に実際にゲームカム受けてもらいます。受けれたらですけどね、そうですね、はいはい、であの動画に出していいかもちょっと分かんないですけど、はい、お金払ってやるあの見せてもらうやつだからどこまで見せてくれるか分かんないですけどちょっとやってみたいと思います、はいはい、無理だったらここ全カットです。はい、というわけで後日へ移動。はい、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。動画編集者として活動しております高橋と申します。お願いいたします。まあ、あのマネージャーさんと同じ名前ということで。あ、そうですね。で、今回あの事前にいただいているということで、こちらの動画はどんな素材だったんですか？こちらはですね、ボツになった素材なんですよ。ボツに、はい、なってしまったと。はい、そうですね。ああ、なるほど。ちなみになんかここに映っている方はこの方は映ってても問題はない、はい、フリー素材なんで大丈夫です。フリー素材なんですね、はい、そうなんですね、はい、じゃあちょっと思いっきりいじっていこうかなと思います。実際にやっていくんですけれども、動画のカットのやり方ですね、まず最初に解説をしていきたいと思います。カットっていうのはどういう時に使うかっていうと、いらない箇所っていうのを消していく作業になります。まあ、ここは多分ご存知だと思うんですけれども、まあ、実はカットってめちゃめちゃ大切なんですね。やっぱりこう動画を構成していくにあたって
って、まあ、いらないところをカットするっていうのはもちろんありますし、構成っていうのが変わってきます。カットの間によって面白さを演出したりだとかっていうのも、結構あります。まあ、ちょっとこちらをさすがにご存知だと思うんですけれども、まあちょっと教えていってめちゃくちゃ早くカットする方法っていうのもちょっと伝授をしていこうかなと思います。ただこのやり方でやっていくと、まあ多分カットってめちゃくちゃしますよね。これをめちゃくちゃ早くやる方法っていうのをちょっと今から伝授していきます。これがあればもうお二人いっぱい睡眠取れますので、はい、元気になります。で今回使っていくのはショートカットキーですね。まあ、キーボードにそのショートカットをこう入れていって、もう左手だけでですね、もうすぐこうカットができるようになるというやり方になります。ただちょっと、まあ、ここでですねちょっとモザイクが入っちゃうかもしれないんですけど、最初にですねキーボードショートカットの欄をですねちょっとお見せしたいと思います。はい、こんな感じですね。まあ、あのゲームとかでもよくありますよね。はい、あります。自分の使いやすいところに当てたりすると思うんですけど、うんうんうん、まあ、同じようにこんな感じでショートカットキーがあります。ちょうどここら辺がモザイクかかっちゃってると思うんですけどこの2つを使ってカットをやっていきたいと思います。知ってた？全然知らなかったっす。知らなかった。知らなかったですかね。ちょっと最近あんま寝られてなかったんじゃないですか、ね。そうですよね。これ覚えたら本当に寝れますので、もうちょっと説明していきますね。早っ。そうなんですよ。まあ、何が起きたかっていうと。なるほど、こんないい方法があったのか。そうなんですよ。もうちょっと早く知りたかったわ。いやーそうですね。まあ、ちょっとこうさっきはモザイクがかかってて、はい、何を割り当てたかっていうのはちょっと、まあ、今はですね、はい、今回ができない状態なんですけれども、うんうん、使っていただくと、まあ、こんな感じでカットめちゃくちゃ早く、ちょっとモザイクかかっちゃってると思うんですけれども、まあ、こんな感じでブワーッとたくさん割り当てるところがあるので、実際にですね講義を受けていただいたら他にもたくさんですねこう割り当てるキーっていうのもご紹介させていただいて、まあ、すぐ使ってどん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 こう早く編集をしてもらうと、はい、いう形になります。テルさん、はい、テルさん、先週の金曜日いなかったじゃないですか。いなかったね。あの日、ゲミカム受講受けました。おー、どうだったの？結論から言っていいですか？いや、どうぞ。ガチで受けた方がいいです。ガチっす。マジで？そんなに？だって全くの素人が受けたわけじゃないじゃん。二人ともなんて俺が教えて編集ができるやつが受けたじゃん。はい。それでもそんな言う？いや、マジで編集早くなります。早くなることなんてあるかよ。それ以上。おい、だって俺のやり方最速じゃなかったってこと？違いましたね。マジで？そう、まだもう上があるってことなんだ。まだあります。でもインフレしちゃってんじゃん。編集の速さのインフレ起きてるけど、ドラゴンボールみたいになってるよ。まだまだ強いやつ出てくるみたいな。本当に？はい、本当です。マジか、すごい。なんか裏技みたいなのがあるってこと？あります。マジか、うわめっちゃ気になる。カメラ回ってるから言ってんでしょ？いや、そんなことない。本当か？本当に？本当に早くなる？早くなる。嘘くさ。全然信じれねえ。マジか。何それは、何やり方も教えてもらったの？今回教えてもらいました。で、何それは動画で公開できるの？それはちょっと見せれないですね。あ、まあ、そうかそうか。お金払って見るやつか。なるほどね。それすごい気になるな。じゃあ閉めてください。はい。じゃあ、結論、ゲミカムは受けた方がいいです。編集者を目指す方、ぜひゲミカムを受講してみましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価と Twitter、Instagram のフォローとベルマークオンよろしくお願いします。それじゃあまた見てね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ゲミカム概要欄からよろしくね。よろしく。よろしく。うい。マジで早くなるの？いや、マジで早くなる。いや、嘘やん。これが俺遅かったってこと？そう、世界一早いと思うんですよ、俺。いや、もっと早くなる。俺、世界一早いと思うんですよ。もっと早くなる。マジか、井の中の蛙だった、俺。いや、そうですね。マジで、ちょ、高橋、カメラ止めて。あ、はい。止まった？あ、止まったね。ガチ？いや、ガチで。ほんと？はい。お、なん、そ、めっちゃ早いやり方あるの？めっちゃ早いやり方あるし、高橋なんか、ほえー、はえーってずーっと。マジか、ちょっと後で教えてよ。わかりました。めっちゃ興味あるわ。いや、もうすごいよね。いや、すごかったっすよ。これ以上速くなったらどうなってしまうの？だって多分キーボードとか壊れるで。俺がなって今カチャ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 で、俺の動き速すぎてプレミアプロ固まるやん。これに速いのがある。やばい。
ちょ、後で教えてもらおう。うわー、すげえ、マジか。いや、マジマジ。めっちゃ気になる。めっちゃ受けてよかったね、結論。受けてよかったっす。いや、もう本当によかった。今じゃあもう俺より早いんだ、編集速度。早いっす。そう。天才の早い。いや、俺、それは嘘。絶対嘘。俺が、高橋も俺じゃないの。いや、早いっすよ。めっちゃ俺楽になるじゃん、仕事。楽しみだな。ビビコン噛みすぎ。第1回暴言クイズー。常日頃から口の悪いテルさんのツッコミや反応を予想する企画です。あっ、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 あっ